秘密基地。オタファの秘密基地。セイバー。動画をご覧の皆さん、こんにちは、オタファです。今日紹介するおもちゃはこれだ。仮面ライダーセイバーデラックス水星剣流れエンブレム&ライオン戦記ワンダーライドブックだ。全国の玩具野郎集結せよ。今回の動画が面白かったらチャンネル登録と熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それからちびっこもぜひ大人と一緒に見てね。それでは早速レビュー行こう。パッケージこんな感じで、中に入ってるのはこれだね。剣のエンブレム、名前はデラックス水星剣流れ、これのエンブレムですね。あとはワンダーライドブックはライオン戦記、はあ、ブルーを基調としたパッケージになっててね、ここにもう一人の仮面ライダーが映っています。で、この玩具はね、そう、デラックス、聖剣ソードライバー。これとね、連動遊びができるおもちゃになっています。パッケージね、結構薄い感じ。パッケージの背面、ちょっと見ていこうか。こうね、エンブレムを交換して、モードチェンジできると。で、2、別売りのデラックス聖剣ソードライバーで仮面ライダーブレイズに変身。はぁ、仮面ライダーブレイズって言うんだね。あ、ここを見た感じ、ライオンになってる。はぁ、ブルーの綺麗な色。でね、このようにね、変身ができると。さらに、別売りの、ピーターファンタジスタ。あ、これもね、連動遊びができると。で、3、4、ワンダーライドブックを集めてパワーアップ。あ、これ3冊セットしてる。はあ、これも楽しそう。というわけでね、パッケージの中から取り出します。じゃん、取り出しました。まずはね、ワンダーライドブックから見ていこう。ライオン戦記。ああ、こんな感じです。表紙はこのようになっていて、ライオンがね、こう、毛高く吠えてるような感じ。で、ブルーをね、基調としたカラーリングとなっています。こんな感じ。それね、早速開こう。ほう。この青き縦紙が新たに記す、気高き王者の戦いの歴史。こんな感じです。ライオン戦記。ライオン戦記。ワンダーライドブックはね、こんな感じ。さあ、お待たせ。それではね、バックル行こう。まずはね、これ単体でちょっと見ていくとね、こう、メッキになっていますね。で、素材はクリアブルーとなっています。この劣化火炎剣とはね、違うカラーリングになってます。で、僕知らなかったんだけど、これね、前回のこの説明書に書いてなかったんだけど、これね、バックルを外すとね、後ろに、ここにリーダーがあるんだよね。リーダーといえばそう、ここです。これにセットすると、これ反応する。これがね、知らなかった。うん。だから、これに交換するときも、ここにリーダーがあると。水星剣流れ。これで取り付ければ、じゃーん、これで完成。水星剣流れ。はあ、こんな感じですね。このバックルの部分が違うと、こんな感じになると。で、この状態だと、LED がブルーになり、音声が変わるわけ。だから、もう一回ちょっとこれやってみようか。火炎剣劣化の時は、音が違うよね。水星剣流れ。水星剣流れ。うん、音が違います。さあ、お待たせ、変身いきます。これパッケージには、真ん中のところに、セットしてるよね。というわけでね、今回も真ん中でいきます。基本的な遊び方はね、前回のデラックスソードライバーのレビューの時にやっています。いきます。変身。ほー、これでね、変身しました。百獣の王と水星剣流れが交わるとき、紺碧の剣が牙を剥く。必殺技。
抜刀。それからページをプッシュ。それから水星拳流れのリーダー、読み込みます。全部で3回。最後。なるほど、こんな感じです。次は2冊ピーターファンタジスタ、これもねセットしていきます。変身。ほーすげー。ピーターファンタジスタはこっちの時もね、これ専用の音声になるんだ。ガオーキラキラ、幻想の爪が今青き剣士のその身に宿る。これも必殺技でいこう。二冊遊びはこんな感じ。さあ、そしたら最後、三冊も書いてある。変身。すげえな、この拡張性がすごく高い。で、必殺技。ドラゴン、ライオン、ピーター。一通りの遊び方はこんな感じ。というわけで今回の仮面ライダーセイバーデラックス水星拳流れエンブレム&ライオン戦記ワンダーライドブックのレビュー、いかがだったでしょうか。ご一緒に触って遊んだ気持ちになってもらえたなら本当に嬉しく思います。なんか僕は最初エンブレムだけかとか思ったり、あ、これだけなんだと思ったけどね、連動してこうベルトとね、こうソードライバーとセットして遊ぶと、もう全然なんていうのかな、拡張性がすごい高くてね、びっくりしましたね。仮面ライダーブレイズが気に入ったりだとか、この水星拳流れ、これ気に入ったらね、ぜひゲットをおすすめします。
僕は大変気に入りました。気になった方、ぜひゲットしてみてください。今回の動画、面白かったら楽しかった。参考になったという方、チャンネル登録と熱い高評価、どうぞよろしくお願いします。いつも本当に励みになります。それから僕はツイッターもやっています。ツイッターのフォローもどうぞよろしく。あとはどんなことでも結構です。おー、タファー。これの音声も良かったねとか、あ、僕は水星拳流れの方がかっこよくて好きだなとかね、他にもね、劇中のことなど、あ、この動画がね、まだと始まる前だからね早く見たいよね。まあ、劇中のことなどなど、どんなことでも結構です。みんなからのコメント待ってます。それでは次の動画でお会いいたしましょう。あ、他のね動画もね合わせて見てね。おたまでした。またねー。出血せよ、ミッションを繰り出せよ。変形合体、憧れてた夢のトランスフォーム。 What the fuck の君チキンチー。